宮崎商業、鹿屋、加古川、北方、アテンション、ゴッ、鹿屋、鹿屋、鹿屋、ただいま行われていますレースはレース番号69番女子脱出機構ドルプル敗者復活戦3組、岸から2レーン宮崎商業高校、3レーン鹿屋高校、4レーン加古川西高校、5レーン北方高校、以上4クルーによって競われています。先ほど行われましたレースの結果をお知らせいたします。レース番号67番男子ダブルスカル敗者復活戦3組、1着3レーン富士河口湖高校、タイム3分29秒28、3分29秒28、2着2レーン徳島市立高校、タイム3分32秒62、3分32秒62、3着5レーン新潟南高校、タイム3分36秒05、3分36秒05、4着4レーン網走慶応高校、タイム3分36秒98、3分36秒98、5着6レーン戸塚高校、戸塚高校、タイム3分39秒93、3分39秒93、6レーン6着1レーン田辺高校、タイム3分55秒01、3分55秒01、以上です。500メートルの通過順位は4レーン、5レーン、3レーン、2レーンです。I'm not talking!